雪の降る初馬祭、毎年恒例吉田邸にお邪魔をさせていただきました。目指しどうですか。ご苦労様です。今年は3万です。あ、3万ですね今年は。ご苦労様です。初馬祭無事済むことができました。皆さんのおかげで寒い中早くからありがとうございました。また今年も皆さんとご一緒にですね、元気でこうやってお参りできたことを本当にありがたいと寛容に思ってます。小雪が舞う初馬祭というのは久しぶり、ちょっとここ数年なかったかなって気もいたしますけれども、今日はやはり寒い一日の方がですね、季節を本当に表すんじゃないか、私はそれなりに小雪が舞ってる朝良かったなと思ったところでございます。ご一等様のご継承を記念させていただきまして、吉田会長いつまでもお元気でご挨拶をさせていただきます。どうもおめでとうございました。